平野紫耀、三宅県、岸優太らのハワイ密着旅行が明かす驚きの一面。日本の人気アイドルグループ、トベのメンバーである平野紫耀さん、三宅県さん岸優太さんが、12月24日からアビーマオバー配信される、トベの夏休み、からハワイ独占密着、新たな決意から、に出演することが発表されました。 この番組では同じ事務所に所属するメンバーがハワイに行った120時間の密着映像が配信されメンバーたちのプライベートな一面や驚きのエピソードが明かされる予定です。ハワイ旅行の舞台裏番組ではメンバーそれぞれが自撮りカメラで撮影したプライベート感あふれる映像が配信されます。特に注目されるのは全メンバー食事会での映像で これが初めての公開となります。食事会ではメンバー同士の意外な関係性やプライベート秘話が次々と明らかにされ、ファンにとっては見逃せないシーンになりそうです。三宅健さんは後輩たちに気を使って話を盛り上げようとする一面が映し出されるとのこと。これによりアイドルたちの中の良さや絆がファンにさらけ出されることでしょう。 また、平野志耀さんの油断している様子も映し出され、通常の公の場では見られないリラックスした姿がファンにとって新鮮な驚きとなるでしょう。ハワイでのアクティビティ。ハワイ滞在中、メンバーたちはサーフィンやバナナボートなどのアクティビティに挑戦し、その様子が収められています。また、ハワイならではの買い物やフラダンスの練習、ウクレレ演奏など、 普段は見られない一面を垣間見ることができます。これらのアクティビティを通じて、飛べメンバーたちの新たな一面や趣味に迫ることができそうです。感動のクライマックス。番組のハイライトの一つは、最後の夜に行われる海辺でのバーベキューです。この場でメンバーたちは、それぞれの今後への思いや抱負を語ることとなります。 ファンにとっては、アイドルたちの素顔や本音に触れる貴重な瞬間となることでしょう。他の出演者との交流。番組には飛べメンバー以外にも、北山博光さんや、イムップのメンバーも出演します。彼らとの交流や共演によって、新たな科学反応や意外なエピソードが生まれることが期待されます。 飛べメンバーと他の出演者たちが共に過ごすハワイの舞台裏はファンにとって見逃せない見どころとなりそうです。視聴情報。初回は無料で視聴可能で2回目以降は27日、30日、来年1月3日に午後11時から配信されます。 さらに、一週間は無料で視聴できるので、ファンはこの機会にぜひ楽しいハワイ旅行の模様を堪能してみてください。飛べの夏休み、からハワイ独占密着、新たな決意から、は、平野志耀さん、三宅健さん、岸歌さんら飛べメンバーの素顔と新たな一面が垣間見れる貴重な機会となりそうです。 ハワイの美しい風景の中でのアクティビティや感動の瞬間、他の出演者たちとの交流など、ファンにとって見逃せない要素が盛りだくさんです。初回の無料視聴を逃さず、トベメンバーの魅力に迫るこの番組をお見逃しなく。